juga. してるよね、ここら辺ね、やばいよね、熱が。そう、うん、オッケー、ファイト。それか下。
あ、セブンってさ、角の、うん、あ、どっち行ったの？あ、そうなんだ。車で行ったのが周りになる。公園抜けるから。あ、ここは止めよう、そこは。ちょっと、行儀悪いんですか。ここは止めよう。何が悪かった。
気になる。
頑張ったよ。頑張れ頑張れ。あっという間に10点差になっちゃったよ。9点差になっちゃったよ、地域によると人によるらしくて、なんか私の時最初は民生委員の人が前のおばちゃんだったの、あの家の前の、その 地域の人じゃん。でもうすごい昔からおばあちゃんの頃からもう何十年も付き合いのあるおばちゃんで、でなんかまあ
住んでるってか、なんか別に私は実家に住んでる申請してたから、で、なんか別に何も来たことないし、普通におばちゃんとも喋るし、で、そのおばちゃんがボケたって、民生変わったんだ。だけど一回も来たことない。区役所でも結構嘘つきまくってるけど全然バレないし、あのなんかね、やっぱ区役所もその区によるんだって。磯子区だったんだけど、磯子区はマジで緩いから。今どこになるの？今金沢区。金沢横須賀の方。磯子区はマジで何でもだけ言えば通る。すごく石原さんと私はほら全然もうママ友塾もないからさ、全然区役所行く用事もないし分かんないけど、結構苦しいって、うるさい人は多い役人が。ああ、OK。ジャンプだけある。
ないだ言った。でもさ、そのおかげであれじゃない。あの人怪我せんよね。そうだよね。あれは受け身が上手なの。あの柔道的なね。入んないね、今日。最初なんであんなバカスカ入ってたの。
前通らないでください。上着びしょ濡れ、ね、やめてよ。外で遊ばないで。絶対そう。燃費悪っ。この味はめっちゃ食べる。でもなんかさ、いつもお腹空いたって言ってるもんね。最近する一回した。ママと同じだけのご飯をペロッと食べる。白ご飯はめっちゃ多いです。大人用のお茶碗で食べる。最近少ない方だけど、まあ、うん、あのね、夜に炭水化物を食べてない。昼は普通に食べてる。それだけ。だって3回目ってさ、週に3回目よくあのさ、練習やってさ、土日にさ、試合やってさ、何やこないの。食べ過ぎなんだよね。だから夜すごいなんか減らしてってか、炭水化物を、まあ、自分で勝手にね、いや、なくしたの。そしたらすごいいきなりどん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 。全く食べない。うん、あの米だけ食べない。なんかおかずとかは食べるし、なんていうの、例えばなんか味噌汁は前より1品量多めにするとか、してるけど。でもそんな感じ。昼は普通に学校で食べてる。
らいだった。そうだね。やっぱ今だけやん。この形とかなんかそんな変わんないで臭い。そうそう。なるからさ、今のうちや。ママ。1日だか2日だか1週目の日曜日。